皆さんこんにちは、かよです。今回はこんな感じのね、カラコンを使ったメイクアップをね、撮ってみました。結構ね、最近カラコンも気になっていて、メイクに合わせてね、いろんなカラコン使いこなせるようになったらいいなって思っていたんですけど、今回ね、使用したカラコンは初めて私も使わせていただいたカラコンなんですけど、この蜜のレンズっていうところのカラコンです。こんな感じの、結構ね、私は薄めなカラコンが多かったので、あえてね、今回は縁がしっかり暗めなカラコンらしいカラコンを選んでみました。もしよかったら参考にしていただけたら嬉しいです。どうぞ。じゃあね、早速入れていきたいと思います。初めてね、買ったカラコンのところなんですけど、韓国のね、カラコンで、結構韓国はやっぱり美容大国なのでいいんじゃないかなと思って、結構大きくなりますね。なんかメイクしてないからちょっとまだどうなのか自分じゃ分かんないんですけど、似合ってるのかどうなの。普段ね、いつも私カラコンあんまり入れないんですけど、入れるとしたらね、直径があんまり大きくないもので、あとカラーがね、薄めのものを買うことが多いので、イメージ違うかもしれない。はい、こんな感じです。結構茶色で可愛いんですけど、こんな感じのちょっと周りが黒め暗めな茶色で、中が明るめな茶色っていう感じのカラコンです。はい、じゃあまず化粧水から。化粧水はいつも通りハトムギを使ってきます。なんかメイクに合わせてカラコンとかも選べるようになりたいです。なんかさっきからずっと外で音楽が鳴ってる。本当にここら辺って救急車がいつも通ったりとか、よくわかんない音楽が外で流れてたりとか、すごいね、動画撮りづらいんですけどご了承いただければと思います。化粧水で保湿させたら、次はパルクマージュのオールインワンゲル美容液保湿ゲルを使います。これね、私の影響で買いましたって言ってくださった方とかが結構いて、すごい嬉しかったです。これ私はね、夜とかに使うことの方が多いので、あんまりね、メイク前には使ってなかったんですけど、メイク前でもね、別にさっぱりしてるので使っていいかなと思います。内容量も多いし、ジェルタイプなので、オールインワンゲルなのでめちゃくちゃ便利ですよ。クリームよりはこってりしてないので、朝も使えるし、もちろんね、夜にこれ1本で済ませちゃったりすることも多いです。結構1プッシュも使わないぐらい、半プッシュぐらいで顔全体に浸透します。すごいしっとりもっちりするので、ほんとね、これおすすめです。なくなったらリピートしたいなって思う商品です。匂いもね、全くしないので、匂いがある化粧水とかが苦手な方とかにもおすすめだなと思います。はい、で保湿させたらメイクやっていきたいと思います。下地は最近すごく使ってるボビーブラウン使ってきます。なんかカラコンってつけたばっかりの時はすごいやっぱり違和感がありますよね。なんかだんだん見慣れてくるけど、私の動画見てる方はカラコン派の方ってどれぐらいいるんだろう。なんか普段いつもつけてる子とかって結構大変だろうなって思いますよね。なんか私は本当に気分転換に何回かぐらいなの で、継続して使ってる方とか結構ワンデーとかだったら高いですよね。気分転換にはすごい持ってこいですよね。イメージがだいぶ変わるので。でファンデーションがこのクリオのファンデーションですね、を使っていきたいと思います。結構ね、見えるかな、だいぶ使ってて、もうこれぐらいしかないですけど、これね、最近なんで使ってなかったかっていうと、カラーが濃いことに気づいて、ちょっと冬にはね、濃すぎて使えないなと思ってたんですよ。なのでこれと一緒にこっちも、このこれはマークジェイコブズですね、この色結構違うんですよ。わかりますか、だいぶ違うので、これとこれはすごく明るくて、これは結構暗いので混ぜて使っていきたいと思います。こんなに違います。これがマークジェイコブズで、下がクリオです。これをね、手の甲で混ぜてから使いたいと思います。どっちもね、カバー力あるので喧嘩しないかなって感じですね。これ本当に混ぜて使わないと暗い冬には無理で、スポンジでね、伸ばしていきたいと思います。初めてね、この下地と合わせて使ったんですけど、すごく下地と相性が良くて伸びやすいし、なんかツヤ肌のままでいてくれますね。下地効果が消えないけど、カバー力あって密着感が強めですね。なんか全然ベタベタしてる感じはしないです。はい、こんな感じです。たらコンシーラーはね、ザ・セムを使っていきたいと思います。
こんな感じです。はい、眉毛はこちらキャンメイクのパーフェクトマルチアイズの03番で買ってやってきます。眉毛描くやつをちょっと買ってこないと、もうなくなっちゃいました。結構このキャンメイクのこことここって暗いね、茶色に見えるんですけど、眉毛に使うと少し赤みがあるんですよね。このスックのフレーミングアイブロウリキッドペンの04番、これ間違って昔アイラインだと思って買ったらアイブロウだったんですけどこのね、すごいね、ペンタイプで細いので、これで際だけ、せっかく練習したのに、なんかこれで描いてるとあんまりうまく描けないです。はい、こんな感じで完成です。で、これ使います。これが、インテグレートニュアンスアイブロウマスカラです。すごいね、これほんとやっぱいいですね。お母さんに貸してあげたらお母さん感動してて、私も買おうって言ってました。お母さん全くね、あんまり眉毛 の整えたりとかしなくて、そのまま素の眉毛の形を使ってるんですよ。だから結構濃くて、こういうのとかつけると眉毛の毛がね、なんか太くて結構量があるから、こういうのだとすっごいボリューム、なんかボサってつきすぎちゃってべっとりしちゃうらしいんですけど、これはね、透けすぎる感じが本当になくていいねっていう風に言ってました。そしたらアイメイクはこのエクセルをまず使ってきます。撮り終わって編集中に目元がね、全く撮れてなかったことに気づいたので、アイシャドウだけね撮れてなかったので、はい、ちょっと今アイシャドウだけ落として片方だけでね、撮り直ししていきたいと思います。じゃあね、ちょっと撮っていきたいと思います。これを使ってやっていきたいと思います。まず一番初めにこの明るい、一番明るいところをホール全体に伸ばしていきます。こんな感じです。次に一番濃い色、ここのカラーを二重幅につけていきます。はい、こんな感じです。そしたら次にこの2番目に暗いカラー、ピンクっぽいカラーを使ってちょっとぼかしてね、二重幅の溝の分のあたりまでぼかしながら広げていきます。はい、こんな感じです。で、最後に2番目に明るいカラーですねを使って、一番最後、際の上の部分をぼかします。はい、こんな感じで、目の下にはこことここを両方使って混ぜて下に描いていきます。で、この目の3分の1の部分だけ、一番濃い色だけを使って描いていきます。はい、こんな感じです。はい、これでアイシャドウ完成です。もうちょっと落ち着いた大人っぽいピンク色なので、全然こう可愛すぎる感じもなくて使いやすいです。その次にアイラインを引いたんですけど、アイラインも取れてないと思うので、ここでね紹介したいと思います。ごめんなさい、お借りじゃなくて、まずインラインにはマックを使いました。これはテクナコールフォトグラビアのアイライナーを使いました。ブラウンのアイライナーです。で、その次にこの際の部分だけは、このさっき眉毛にも使っていたスックのフレーミングアイブロウリキッドペンをの04番を使って、際の部分にねこんな感じで描いてましたみたいな感じで、これとこれを使ってアイラインを引きました。こんな感じです。はい、じゃあ他をやっていきたいと思います。ではアッシュをマスカラベース、マスカラ下地を使っていきます。でしたら、乾かしてる間にハイライトが、このザ・セムのマルチグローチップハイライターのフェイスカラーっていうのを使ってきます。はい、こんな感じで点々点ってつけて、さっきのパウダーで伸ばしてトントントンって伸ばしていきます。すごい自然なツヤが
ってるので大好きです。すごい綺麗なツヤですよね。なんかもっと濡れたようなツヤが出るので、くすみとかを飛ばしてくれるようなピンクカラーで、私はすごい好きです。はい、こんな感じです。すごいこことかすごい今サラサラなのにこんなにツヤツヤに見えます。チークはね、このキャンメイクのキャンメイクグロウフルールチークスの02番を使いたいと思います。こんな感じのオレンジとかピンクとかが入ってるカラーなので、目元もねちょっとピンクなので、今日はこれを使います。そんなにがっつりつけないで、さりげなく少しぐらい気持ち程度つけるだけで大丈夫。はい、これぐらいでやったら、でまずキャンメイクのこのニッププランパーをボリュームアップレディグロス01番をベースに塗ってきます。でボリュームをつけた後にリップはまずこのすっごい使ってるこのカラーを下にね塗ってきます。はい、そしたらね最後にマスカラして終わりにしたいと思います。マスカラはこのシャネルのボリュームドゥシャネル37番キャラクターっていうマスカラを使ってきます。シャネルはねとにかくねボリュームがすごい出る感じで、この色は紫っぽいカラーなのでピンクのねアイシャドウとかにもすごく映えますね。目元のアップはこんな感じです。はい、ということでですね、完成しました。ヘアとか整えてまた戻ってきたいと思います。じゃあね。はい、戻ってきました。これで私の最近買ったカラコンを使ったメイク完成しました。はい、さっきねリップピンクのやつつけてたんですけど全然しっくりこなさすぎて上からね別のを重ねました。やっぱり私はブラウン系が安心するのでこの2本を重ねてちょっと暗めなねあのワインレッドっぽい感じにしたんですけど、まずこっちのカラーを下に塗って、これがルージュアディウールナンバーワンっていうシャネルのリップスティックですね。こんな感じの赤のパッケージのものなんですけど、こんな感じのね真っ赤なやつで結構これだけ塗ると鮮やかな赤なんですよね。なので私はこれは、まあ、夏とかだったらねこれ1本でも可愛いと思うんですけど、まあ今の時期的にも私の好み的にもブラウンが好きなので上からこのシュウエムラのルージュアンリミテッドヘーゼルナッツガナッシュっていう結構ダークめなカラーを重ねてこの色になってます。カラコンはねこういう濃い色はね濃くて割と縁がねしっかり黒いものはあんまりね使わってなかったんですけど、そうだからあえてねちょっと普段とイメージを変えたいなと思ってこのカラコンを選んでみました。ですごくねあの直径自体はそんなにすごい大きいわけじゃないしブラウンなのでね、まあカメラで写してみると結構暗く見えちゃってるんですけど真ん中ら辺はね明るめなブラウンなのであの女の子らしい印象にもね見えるんじゃないかなと思います。はい、ちょっといつもと違うメイクにしたかったのでピンクメインのねアイシャドウを使ってみたりとかしてみました。少しでも参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思っていただけましたらいいねボタンとチャンネル登録もお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。